久保さん僕でねあの今年最大の発見をしたんですよ、まあ、今年最大の学びこれはねちょっとパンチありまして何かっていうと、まあ、お客さんに今年ですね言われたことで一番の学びがあった一言があるんですよハッとさせられたというかフッとさせられたとか、まあ、とにかく稲妻が走りましたねめちゃめちゃ稲妻走った一言があるんですけど 2020年振り返ってみてこの一言ですね。吉谷さんは本質すぎると本質すぎると <laughs> いうことを言われてすげえ稲妻が走りましたね。なるほどと。本質すぎちゃいけないのかっていうところだったりとかでもそこから何が学べるのかっていうと本質みたいな。 た例えばね久保さんの話とか僕の話って多分精神論とかねまあ結局やれっていう話なんですけど <laughs> だからあのそういうのじゃなくてまあお客さんが多分欲しいのは、まあ、僕も分かってるんですよ僕も分かってますよそれは分かってる <laughs> テクニカル的なところが欲しいこうやってああやってこうやったらこういう結果が出るっていうところが欲しいとでも結論言うとそのアドバイスはできるんだけどその絶対は無理なんですよね その絶対100%結果が出るアドバイスができる人がいたら、それは予言者ですよね。ビジネスさんってどうなるかわかんないんで、ビジネスで100%はないですから。まあ、で、100%あるとするならば、情報ビジネスはリスクがほぼないっていうことはほぼ 100%, か,100かなというところですね。まあお金かかんないじゃないですか。うん、でもほぼっていうのが、まあ、YouTube が有料化になるとかね。 フェイスブックが投稿するのに有料化になるとか、ツイッターでつぶやくのが有料化になるとか、なったら分かんないですけど、まあ情報発信をする上で、まあリスクはないと。お金、金銭的なお金かからないっていう事実があるじゃないですか。だから情報発信すればいいんじゃないかなって話で。他のビジネスと比べたら、なんかもう資金ゼロ円でね、資金ゼロ円でビジネス、今日からスタートできるってビジネス、多分ほぼないと思うんですよね。今日からなんか資金ゼロでビジネスができる。でも情報ビジネスの場合は、 今日アカウント取って今日つぶやけばね今日から発信できるし今日から YouTube のアカウント取ってね今日から動画アップすれば今日からできるし誰でもできるんですようんでまあ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 久保さんと僕がいろいろこうお話ししていると多分そういうのじゃなくてもっとなんかテクニカル的なのが欲しいっていう人多分多いと思うんですよねでも裏を返すとまあ結局その 一番できてないところは何なのかっていうと結局行動ができてないってところなんですよやれてないっていうところなんですよじゃあそのテクニカル的なところを知ってもそれをやるのは誰ですかっていう話でテクニックがあってもそれを使うのは誰ですかマーケティングを勉強してもそのマーケティングを使うのは誰ですか商品の作り方を知ってもそれを遂行するのは誰ですかセールスのやり方を知ったところでやるのは誰ですかって話で。 まあ僕じゃないんですよね。だからその人がやらなければ何も始まらないんですよ。だから一番の土台ベースって何かっていうと僕はもう精神力というかやるというか、まあ、精神力がなくてもやれって話なんですけどそのやるというベースが大前提ですよね。がないと多分まあ何事もうまくいかないのかなと思いますね。 よく思考は実現化するっていうねナポレオンヒルさんの言葉ありますけど思考しても実現化させるためにはあ行動しなければ実現化なんないですよね頭の中で妄想してもずっと妄想してもねそれがじゃあ実現化になるのか引き寄せるのか多分無理です何もアクションしなければ布団の中で夢見たことがあ布,団の布団の中で夢見たことを布団の中で再現できますかみたいなねそう なんかお金持ちになってるって夢を見てでまたその布団の中からずっと出ないこれどうやってお金持ちになるのかみたいなねだからよくねその夢でねアイディアみたいなのが出てきましただけどそのアイディアをあの形にしている人っていうのは何かっていうと結局やってるわけですよだからやるというベースがない限り、まあ、前に進まないかなとでこの前そのなかなかその行動できてないおけあの人がいて、まあ、そこに対してそのメールしたのが まあ行動しなければ道は開けないと。行動以外しか道は開けないよみたいなああのアドバイスをしたんですけど、まあ、本当ね、考えることも考えること、超大事だし、行動することも超大事だし、両方大事なんですけど、まあ、どっちが大事かっていうと、まあ、僕は行動かなと思う。その天秤にかけたときにですね。うん、ただし、えー、考えずに行動しまくって、えー、結果が出ませんっていうのもよくないので。 吉田さんの言うとおり、精神力です。僕がやりました。動画1000本撮りました。だけど収益ゼロです。アクセスゼロです。いや、それは考えてないよね、と。<laughs> それは良くないですよ。うん。だから、要は、これね、この前ね、あ、その、あ、そうそう。ケイ君か。ケイ君っていう子が言ってるんですけど、そのケイ君にアドバイスしたのが、どこにフォーカスしてますかって話なんですね。どこにフォーカスしてるんですかっていう。で、まあ、あのー、 僕の場合は売り上げなんですよ。売り上げっていうのは何かっていうとお金を稼ぐ売り上げを上げる。じゃあなんで売り上げに完全にフォーカスしてるのかっていうと売り上げを上げなければ自分の自由な生活はないわけですよ。そうじゃないですか。なんか収入ゼロでどうやって自由いけるのと。別にまあホームレスやれば自由かもしれないですけどその生活は僕自由じゃないと思ってるんで。う,ん,うん。なんか僕はそうですね。 まあ、久保さんはホームレスにでも、でもね、今、久保さん今の立ち位置はホームレスにはなれなくないですかどうですか多分、それ、確かに自由かもしれないですけど、今の立ち位置、ポジショニングでホームレスは無理ですよね。家族もいらっしゃるんで。だから、あの、なんだろうな。ある程度のお金必要じゃないですか。ね、自由に暮らしていくためには、隠居していくためには。だからそのお金は最低限自分がある程度、例えばその毎日ね、 そのホテルの高級ラウンジで焼肉食べるとかステーキ食べるとかフレンチ食うとか別にそう,そういうのを僕求めてないんで自分がもう自由この許容範囲ですね自分のその固定費というか自分のキャパの中で自由であるっていうぐらいのお金を稼ぎに行くこれはマストですよねそれが売上げで作,作れてるのか作れてないっていうのかが全てでそこにフォーカスしてるとでもお客さんの場合はあのまあそれをな,なんで言ったかというと 吉田さんそのねどあの、うん、もっとやった方がいいですかみたいな、もっとやった方がいいですかみたいな質問が来たんでその、もっとやった方がいいですかどうかに関しては、その自分はどこにフォーカスしてるのかと、うん、その結果にフォーカスしていて、じゃあ今、結果にフォーカスしているんだったら、結果が今出てないよねと、じゃ結果が出てないんだったら、結果が出るまでやる。だから、これぐらいでとか、もっと多くとかね、もっと少,少ないとかね、まあ、どうでもよくて、結果が出るまでやる。 それが万万本なのか2万本なななののかかかわらないととにかく結果にフォーカスしてるんだったら結果が出るまでやるっていうのが当たり前だよと。でもそれがやることにフォーカスしてたらどれぐらいやったらいいですかみたいにあるんですよ。だからそれはフォーカスする場所によって多分変わると思うんですよね。 例えば今日は1日1本アップロードしようっていうところにフォーカスしてるんだったら、じゃあアップロードしてるのかしてないのか、3本アップロードしようっていうことにフォーカスしてるんだったら、じゃあ今日2本しかできてないな、じゃあもう1本やろうみたいなね。なんか、じゃあ3本やったら今日の目標達成みたいになるわけじゃないですか。だからそのフォーカスする場所によって多分変わると思うんですよ。だからそれを言ったんですけど、まあ何にフォーカスするのかって話ですね。 僕はもう完全売り上げですよね。この少ない再生数、少ない顧客数でも自由な生活を得るために、しっかり売り上げを上げるためにはどうすればいいかを考えて、それを遂行して、それを実際に結果として出して、4年、4年にや,やりきったってことですよね。うん。だからまあ、いろいろと話脱線しましたけど、なんか久保さんとね、僕の億万長者ガスキ君の話を聞いてると、多分テクニカル的なね、話ってほぼないと思うんですよ。 テクニカル的な話って <laughs> こうやっててここううややとりあえずですか <laughs> で,あーでもそうじゃないみたいに思ってる人が多いと思うんですけど僕は寮からしか質は生まれないと思ってますし寮やれっていうのは当たり前だし、うん、なんか一回のバッターボックスに立ってメジャーリーガーでホームラン打てるのかって打てるわけないじゃないですか、うん、練習の積み重ねでしか僕ないと思いますし。うん、だかからなんか 本質というか本質というか何だろうな当たり前のことをやらない限りあた当たり前に結果を出すことは難しいのかなっていうもう一度言いますね最後締めますけど当たり前のことをやらずして当たり前の結果を出すことっていうのはもうほぼ不可能に近いんじゃないかなと思います当たり前のことをもう、まあ、まあ普通に圧倒的にやった上でじゃあなんで結果出ないんだだうかっていうのはそこは思考が必要ですけど最低限やるべきことっていうのはあるわけですよ で最低限やるべきこととは何かっていうと日々の情報発信です。この日々の情報発信ができてないんだったらそれはやることやってないだけですよね、うん。だからそれをやりましょうって話なんですけどね久保さん。いってらっしゃい。